演武開演。本日はこちらジャックインザドーナツというドーナツ屋さんにやってまいりました。外食のドーナツというとミスタードーナツというようなイメージがないのですが、ここはどんなドーナツなのかなお気になってはいたんですけど、なかなか来る人がなかったんですよね。いやー、どのドーナツもとっても美味しそうですね。シューボールの方、ブリュレとか、なんだかここでしか食べられない独特なものがいろいろあります。ではいただきます。まずはこれ、唯一おやつでないカレーパンからいただきます。カレーどうだったかな。カレーパン、米粉ドーナツ、ザクザクチョコリング、どれも香ばしい。カレーパンは外側のパンがカリッとした後にもちっとした食感があって、市販のカレーパンとは全然違いましたね。弾力があって美味しかったです。久しぶりに食べた米粉ドーナツはしっとりとした中にもカリッとした食感がしっかりありましたし、三つ目のチョコクランチはザクッザクッとしたチョコの音がとっても心地よかったです。では続きまして、ね、一番気になっていたこちらのオリーブオイルというものを食べてみたいと思います。一番気になってたやつ、銀河のドーナツ、ハイブリッドドーナツ、全部美味しい。以前に食べたシュトーレンの小型版みたいな感じでしたね。中にドライフルーツが入っていて、しっかりとその食感を感じることもできました。2つ目からはギャラクシードーナツが上の方に乗っているイチゴの酸味がしっかり口の中に広がってきましたね。そして最後に食べたシュードーナツは、まだ最後じゃないですよ。3つ目のシュードーナツはシュー生地なので、ちょっと他の生地とドーナツは食感が違いましたね。そこにうまくクリームがしっかり入っていて、ストロベリーチョコも甘酸っぱくて美味しかったです。では続きまして、こちらのベッグタルトオールドファッションいただきますね。オールドファッションはどこにもメジャーですけど、ベッグタルトって珍しいですね。ではいただきます。サクサク、ザクザク、パリパリ、 ASMR にぴったりですね。今まで食べてきたどうオールドファッションとも違いました。あれだけすごくやっているというか、すごく揚げているのではないでしょうか。エッグタルトもほのかなカスタード風味、卵の風味がきちんと上のから感じられて美味しかったです。2つ目に食べたで絶品クロワッサンドーナツはサクッとした音と外側のグレーズの甘さ、そしてその音がさらに面白さを引き上げてくれましたね。そして最後に食べたクレームグリルドーナツは外側にほんのり苦い部分があって、甘さだけではないカスタードとクリームの美味しさをしっかりと表現していました。あれだけのサクッパリンの相当なものだと思います。今日のドーナツもとっても美味しかったです。なかなか来られないドーナツ屋さんなんですけど、いつまで食べてみたいですね。というわけでこちらの点数をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部ですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。